どうもシュメルです。今回はね、3割の Android ユーザーが実は iPhone12 への移行に興味を示しているという内容の動画になります。実はね、これは僕がいつも見ている世界的なテック YouTuber ルーレイターの中で紹介されていて、まあ彼がね紹介した記事が、まあ、元ネタにはなるんですけれども、まあそれにねかなり僕は興味持ったので、おそらくねマニア層向けの内容にはなると思うんですが、今回この動画を作りたいと思います。でちなみにね、僕は2020年ね、今年 Android ユーザーが iPhone へ移行するっていうのは、まあ、かなりありだと思っていますね。結構悪くない年だと思います。それではね、もうちょっと動画の内容を深めていきたいと思います。まずはね、元ネタとなったオリジナルの記事の内容の紹介をしますけれども、これはねセルセルという会社が行った調査で、2000人のね Android ユーザーを対象に、まあ、調査をしたところですね、そのうちの 33.1%、 数字でいうと662人がですね iPhone シリーズへの、まあ、移行を興味を示しているという結果が出たんですね。でサンプル数は2000人ということで、まあ特別大規模とは思いませんけれども、まあ、逆にねテレビとかで紹介している100人200人のようなアンケートじゃないんで、まあ、それなりのサンプル数は僕は保っててるんじゃないかなとは思っています。でここがね重要な移行を検討するという理由のグラフ化を、まあ、していまして、これを見るとね iPhone12 へスイッチすることに対しての一番の理由は、一番上のね長期間のソフトウェアアップデートっていうのが挙げられています。確かにねこれは本当にごもっともで、現状ねAndroid っていうのは3年間のアップデートはやっとですから、それに対してね iPhone っていうのはまあ4年もしくは5年間ぐらいはねサポート期間が約束されていますんで、この点がね一番に上がるっていうのは本当に納得なポイントですね。で次の2番目の項目はね、プライバシーの保護っていうのが挙げられていて、確かにねイメージ上っていうのは Apple はこのプライバシーとかセキュリティの保護を謳っていて、広告もねバンバン出しています。でおそらく本当にプライバシーの保護のレベルっていうのは高いだろうと思うんですが、じゃあ逆にね Android が特別悪いのかって聞かれると、多分ね悪いわけではないと正直思います。なぜかというとね、おそらくですがどっちもねある程度のプライバシーっていうのは個人が特定できない範囲でアプリにねかなり抜かれているとは思うので、 iOS であろうと Android OS であろうとねそこまで違いはないかなと正直ながら思いますね。あとのねそれ以外の項目としてはデバイスのコンパクトさですとか、それに価格のねコスパの度合いなども挙げられていますね。以上がね元ネタの記事の内容になりまして、ここからね私の意見を踏まえた話をしたいと思います。なぜね今年 iPhone へ移行するのが、まあ、別に悪くない年なのかっていうのを挙げると、まあ、2つね重点的なポイントがあります。まず1点目はね今年の iOS 14ですね。これはね本当にねこの UI に関しては Android にかなり近づきました。特にもう Android ユーザーが iPhone 移行するのに対してですね、大きな隔たりっていうのがもう一気に解消されたんですね。これに限っては例えばですけれども、まあ、知ってるようにねライブラリー機能っていうのがありまして、これはね Android スマホでいうアプリドロワーとね全く同じ効果を発揮していますし、さらにねウィジェット機能の登場に関してもねこれも結構重要で、まあ、ウィジェット自体の便利さっていうのもあるんですが、やっぱりねアプリの配置を、まあ、下げることができるっていうのが、まあ、めちゃくちゃ重要でして、これはねまだiPhone に関してはね自由にアプリを配置できないので、ここをね補う点としてウィジェットをね、まあ、上の方に置けば、まあ、よく使うアプリっていうのをね下の方に押し下げることができますんで、それでねホーム画面っていうのが基本的にはねかなり整理整頓されるようになったので、ここはね Android ユーザーとしては、まあ、だいぶ使いやすくなってます。次にね2点目に関しては、今年の Android フラッグシップ機っていうのはねとにかく高いんですよ。でおそらくですけれども iPhone12 シリーズの方が結構ね安く見えるはずなんですよね。でそのね原因としては、今年 Android フラッグシップ機っていうのは、まあ、Qualcomm の Snapdragon 855と X55 モデムっていうこの2つのチップがね、まあ、めちゃくちゃ高額なので、今年ね Android スマホのフラッグシップ機っていうのはボンと昨年よりも多分 2,3 割価格が上がってるんですよね。今年のね Android フラッグシップ機っていうのは10万円超えててもね本当に全然驚かないんですよね。例えばねもうすぐ発売される Xperia 5 Mark II なんかは約11万円しますし、春先にね発表された Galaxy S20 ね S20 シリーズの中でも一番下のモデルでさえも999ドルで当時は発売価格はそうなってたんですよね。でそれを踏まえて考えるとね、今年の iPhone12 Pro に関しては昨年同様ね999ドルで発売されると、まあ、予想されているので、そう考えればねここでまあマニア層なら結構ピンとくるはずなんですよ。それはねどういうことかっていうと、ここがね結構重要なポイントで、iPhone12 Pro っていうのは基本的にね
妥協点のないプレミアムフラグシップ機なんですよ。フラグシップ機の中でも上位に当てられてるんですよね。当然そうですよ。で、Galaxy S20 とか Xperia 5 Mark II っていうのはね、フラグシップ機の中でも、まあ、一番上のプレミアムフラグシップ機じゃなくて、まあ、それよりも確実に下なんですよね。Galaxy S20 であれば、まあ、S20 Plus とか S20 Ultra っていうのがね、あの一番上の上位につけられていますし、あと Xperia 5 Mark II に関しては Xperia 1シリーズがありますから、当然ね、ワンランク下げられた、妥協されたフラグシップ機のシリーズなんですよ。それなのに、販売価格、発売価格っていうのは iPhone 12 Pro と同価格帯っていうことはですね、なんとなく私の言いたいことがね、多分もう伝わってるかなと思いますね。マニア層ならね、カテゴリーの違う、まあ、端末同士なのに価格は正直ほとんど変わらないっていうのが、やはり iPhone の方がお得感が生まれるっていうのはわかると思います。なのでね、僕が個人的にね、重要視する点としては、iOS 14の使いやすさと、さらに価格に関して考慮すれば、おそらくね、Android フラグシップ機を買うよりも、iPhone 12のシリーズのどれかを購入した方がね、お得、まあ、基本的には総合的に得られるものっていうのが多いんじゃないかなと思っています。で、本当にね、僕は Android ファンで、Android ユーザー歴もかなり長いんだけれども、2020年に限ってはですね、Android フラグシップ機よりも正直 iPhone 12シリーズの方がフラグシップ機として購入するのには、やっぱり一番の候補に上がっていいと本当に思います。以上がね、今回の動画の内容になります。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。